どうもこんにちは、モンブランです。今回は私の使ってるメインパソコン、こちらですね、こちらのスペックを紹介していきたいと思います。まずは PC ケースです。 PC ケースはザルマンの Z9 プラスを使っています。当時ね、風通しのいいメッシュの多いケースを探したらこれが見つかりました。これいつ買ったのかちょっと記憶にないんですけれども、結構長い間使ってます。とにかく冷えるやつが欲しかったんですね。当時 CPU が熱いやつを使ってたんですね。ケースのフロントパネルには USB ポート2とファンコントローラーが付いています。ちょっとね、2個しか使ってなくて2個は蓋してあります。ライトオンの DVD ドライブが付いています。自作の電圧計をつけています。これで電源が壊れてないかどうか見てます。どれぐらい取れるかわからないんですけれどね。でその下には 3.5 インチのフロント USB 3.0 ポートを2つつけています。ケースの下の方にはね、ザルマンっていうマークがついてます。でファンコントローラーを強くするとですね、ファンが光が強くなってですね、こういう風に光るんですね。かっこいい、なかなかいいと思います。側面なんですけども、メッシュが多くてね、中も見えると。でアクリルパネルになっていて、こう Z9 プラスって書いてあります。で上の方にね、スペック貼ってあるんですけど、これはインテルの SSD を買った時に付いてきた付録のシールで、まあなんとなくつけてみました。サイドパネルを外したところです。結構ね、 LED がピカピカ光っていますよ。まずね、 SSD は東芝の 240GB、 インテルの 240GB、 東芝の 240GB ということで SSD を3台積んでいます。ハードディスクはウエスタンデジタルの 2TB グリーン、ウエスタンデジタルの 2TB ブルーということで、合計 4TB 積んでいます。動画撮るにはこれぐらいのね、容量が必要かなということで、積んでいます。まあこれでも足りなくてファイルサーバー使ってるんですけれどもね、だいたい合計がね 4.8TB ぐらいになってますかね。それぐらいの容量です。 CPU は AMD の Ryzen 7 1700を使っています。買った時はね、最新の CPU でかなり速かったですね。メモリーは DDR4 3000MHz、8GB を4枚の 32GB 積んでいます。これもね、最初 16GB だったんですけど、ちょっと動画のねキャッシュに使うのに増設して 32GB で使っています。メーカーはコルセアで、商品名はベンジェンスって言われるシリーズのメモリーを指しています。マザーボードは ASUS の X370 プライムプロというのを使っています。なかなかね、これも豪華なマザーボードで、いろんな機能が搭載されていました。こちらはね、グラフィックボードです。 MSI の GTX1070 アーマー 8GB OC っていうのを2台挿しています。これね、結構早いですね。ゲームもサクサクできますし、動画の編集にも、非常に、力発揮します。 SLI のブリッジはアスロックのものを使っています。ちょっと見にくいですけれども、アスロックって書いてありますね。マザーボードがね、ゲーミングじゃなかったので、このデュアルのブリッジがついてなかったので、別途アスロックのものを買ったという形になります。電源はクーラーマスターの V750 というのを使っています。こちらね、かなり 12V も 5V もね、綺麗に出るんですね。これは本当にいい買い物だったと思います。まあ、750W なのでね、非常にね、余裕もあって、とてもいいものだと思います。 CPU クーラーはアンテックのマーキュリー240という簡易水冷のものを使っています。初めての水冷なんですけれども、本当にね、よく冷えて驚いています。かなりオーバークロックしてもね、全然温度が上がらないです。このケースは背面にスペースもないし、穴位置も合わなかったので上面につけています。でもちょっと穴位置合わなかったんでね、無理くりつけてますね。こんな感じで上の方向に、風を出す感じでね、熱を逃がしています。
背面のケースファンはザルマンのケースについていたものをそのまま使っています。 LED がついてたのでこれ合わせになったらなんかピカピカの青にどんどんなってきました。はい、私の使ってるメインマシンのね説明させていただきました。この構成で組んだのはね、確か2017年の4月前後だったと思います。その当時はね CPU も最新でね結構頑張った構成に、なっていたんですけれども、今となってはねやっぱりミドルレンジのね中間あたりぐらいのスペックなのかなと思います。Ryzen 7が出た後にねスレッドリッパーとか Core i9 とかねどんどん新しいの出てきましたから、やっぱハイエンドっていうのを狙っていくとねどうしてもねなかなか予算の方が厳しいなって感じですね。今後ねこのマシンをどういう風に構成変えていくかっていうのはちょっと悩むところです。よかったらね皆さんの構成を参考にさせていただきたいので、コメントにねこんなマシン使ってますとか書いてくれると非常に嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。モンブランでした。それじゃあまたなー。